ブルゴーニュのブドウ畑のクリマ。ブルゴーニュのブドウ畑のクリマは、フランスの世界遺産の一つであり、ブルゴーニュワインの主産地に形成された、ブドウ栽培地の文化的景観を対象とている。登録名にある、クリマ、とは、ブルゴーニュのブドウ畑の小さな栽培区画を指しており、世界遺産には、1247カ所のクリマだけでなく、 ワインルーツの中心地であったボーヌ市街や武道栽培地の行政を司さってきたブルゴーニュ広告時代の首都ディジョンの歴史地区も含まれている。はギリシア語に由来し、その原義は赤道から極へ向かっての大地の傾斜だった。それが現在では気候や風土を意味することして使われている。英語のも語源は同じである。また、 古代ローマ時代にはという単語が一定の面積の土地の単位を示す言葉として使われており、古フランス語のも60ピエ四方の土地の単位で使われた。しかし、ブルゴーニュ地方ではそれらの意味合いから派生し、土地台帳に記載されたドウ栽培地の小区画の意味で使われる。クリマには土質やそこに見られる動植物の名前などに基づいて、それぞれ固有の名前が付けられており、 しばしば石垣や池垣などで仕切られている。そのごく細かい区画ごとの条件、日当たり、風、土壌などが異なると、収穫できる葡萄の品質が異なるとされ、地質学、土壌学、気候学などからも裏付けられている。そして、隣同士であろうと、車が異なれば、そのワインの味わいも香りも違ったものになるのある。 日本語では銘柄畑などの訳語を当てることもある。ブルゴーニュ地方でのブドウ栽培は、西暦1世紀にまで遡る。当初は平原での栽培だったが、5世紀ないし6世紀頃には、傾斜地での栽培が始まったと推測されている。中世を通じて、ブルゴーニュには多く修道院が建てられ、修道士たちがワイン栽培と、その進歩の多くを担った。 コートドニュイのニュイ,イコール3イコールジョルジュにも、1098年に、首都会の修道院が建てられている。コートドニュイのブージョにしても、周辺を開墾し、研究を重ねて、模範的な武道園へと成長させたのは、首都会修道士たちであった。さて、この地はかつて、ブルゴーニュ公国が栄えた地でもある。その最盛期は、同時にブルゴーニュワインの名声が高まった時期でもあった。 1395年にフィリップ炭鉱は・ゴー・タンは当時ブル・ゴーニュで主に栽培されていた2種の赤ワイン用ブドウ品種のうち質で混ざるピノノワールのみを栽培させることとし終了で混ざろうとも質で落ちるとされたガメの栽培を禁じた。もっとも後にはガメが盛り返し19世紀にはガメがコートドールの栽培面積を85%以上を 閉めた時期もあったが、現代のコートドールで使われる赤ワイン品種はピノノワールである。生殖者がブドウ栽培地の多くを保有する時代は、1789年のフランス革命によって終わりを告げた。それを契機に農民たちが細分化して保有する形になり、その土地は相続によってさらに細分化されていった。現代ブルゴーニュのドメーヌ。 ワイン生産者の保有のうちは平均4ヘクタールほどといわれる世界遺産登録対象のうちコート地区の場合は5ヘクタールほど従来評価が低かったオートコート地区は10から15ヘクタールほどだというこうした経由へしばしばブルゴーニュのワインの特徴は一つのクリマを複数の生産者細分して所有していることだと言われている フランスを代表するもう一つのアイン産地ンボルドーの場合、亡命貴族たちの帰還と共に元に戻ったとされており、現代においてもボルドーの社頭には数十ヘクタールの農地を保有するものがある。ブルゴーニュにおけるブドウ栽培は19世紀に2つの病虫害によって苦しめられた。最初のものはうどんコ病で、これは医療粉末を利用した駆除法によって切り抜けることができた。 しかし、もう一つのブドウネアブラムシは、フランス南西部、南部のブドウ栽培に壊滅的被害をもたらし、1878年から15年ほどは、フランス全体のワイン年間生産量が、それまでの半分以下に落ち込むほどであった。ブルゴーニュも、例外ではなく、コートドールでは1816年の2万4千。 ヘクタールから1875年の33,745ヘクタールへと拡大していた、ブドウ畑が1929年までに12,112ヘクタールへと激減した。この苦境は試行錯誤の末に、アメリカ産の代儀に次期する手法で切り抜けることができ、その途上で収量の多いピノッシュの開発や、栽培方法の改良など、さらなる進歩も見られたのである。 しかし、次には、世界恐慌の影響に襲われた。写真品であった、最高級ワインの需要が大きく落ち込んだのである。これに対し、ジョルジュ・フェイブレーとカミー・ユ・ロディエという二人のブルゴーユ、ジンは、売れないワインをむしろ共に振る舞おうと、愛飲家の団体を作ることにした。こうして1934年にニューイー・コール・サン・イコール、ジョルジュで生まれたのが、ブルゴーニュワインの生産者。 愛因化の団体である。この騎士団は20世紀末までに日本を含む世界各地に支部を持つ団体へと成長することとなる。騎士団はまたワインの守護聖人である聖、ンさんを記念した祝祭を1938年に始めた。この祝祭は第二次世界大戦によって中断されたが、1947年に復活し、 二十世紀末には二十万人もの観光客が訪れる祭りに成長した。この祭りは開催される漢字村が輪番制で毎年変わることから輪番制制、晩三祭と呼ばれる。ブルゴーニュワインはその高い名声を保っており、ボルドーワインがワインの女王と呼ばれるのに対し、ブルゴーニュワインはワインの王様と称えられている。ブルゴーニュワインの産地は、 4の県のシャブリ、コート、イコールドール県から、ソーヌイコールエイコール、ロアール県にかけてきたから順に、コートドール、マコネー、そして主に、ローヌ県に属するボジョレーの5地区に分けることができる。コートドール、黄金の丘陵は、さらに、コート地区、コートドニュイ、コートドボーヌ、オートコート地区、ボーヌ平原に3分される。以上のうち、世界遺産の登録対象は、 コートドールと呼ばれる地域のみで、これに、ディジョンの歴史地区が加えられている。ほとんどは、コートイコールドール県に属するが、コートドボールの南端マランチュのみは県境を越えて、ソウヌイコールエイコール、ロワール県に属する。ディジョン歴史地区は、他の登録地域とやや隔たっており、ID も別に与えられている。ディジョン以外が1425-001。 ディジョンは1425-002。世界遺産登録面積は、ディジョンが101ヘクタールに対し、残りが13,118ヘクタールである。登録範囲の北端に位置するのが、コートイコールドール県の県庁所在地ディジョンである。ディジョンは11世紀に、ウルゴーニュ公国の首都となり、14世紀から15世紀にかけてのフィリップ・ゴータン公、ジャン・ムカシコ公。 フィリップ全領校、シャルル都市進のバロアイコールブルゴーニュカ4代の時期に最盛期を迎えた。は、最盛期の名残ではあるが、現存するものはベルサイユ宮殿を手掛けた建築家ジュル・アルデアンイコール・マンサールによって17世紀に大規模な改築を受けた。現在の左翼は、視聴者、右翼は、ジョン美術館になっている。世界遺産に含まれた理由は、 登録対象となったシステムの形成に寄与した政治的調整力について、それを体現する地区ということである。それを示す建物として、アイコモスの勧告書では、公爵宮殿の他に、旧ベルナルド海女子修道院、裁判所古文書館、ネゴシアンの邸宅群などが挙げられている。コートドニュイは、ディジョンのすぐ南に細長く広がる地域で、中心的な都市は、 ニュイコールサンイコールジョルジュである。この街には、同盟の奥である、ニュイコールサンイコールジョルジュ奥がある。このワインは、プルミエクリュ、一級、で、グランクリュ、特級、を含まないが、グランクリュに匹敵し得るものを含むと評価する、専門家もいる。なお、ブルゴーニュの場合、生産される、ワインだけでなく、ブドウ畑にもグランクリュや、プルミエクリュの区分がある。これは、 他の地域に見られない格付けだという。コートドニュイには、グランクリュそのものも多く、ブルゴーニュのグランクリュの6割、赤ワインに至っては、コルトン以外のグランクリュがすべてコートドニュイにあり、シャンベルタンを要する、ジュブレイコールシャンベルタンから、ロマネコンティを要する、ボーヌイコールロマネに至る1 0トルほどの距離には、グランクリュのブドウ畑が多く存在する。なお、シャンベルタンは、 ナポレオン・ボナパルトが安飲していたことで知られる。ジュブレイコール・シャンベルタン村には、シャンベルタン以外にも八つの特急畑がある。そのうち、を生み出す黒、ド・ベーズの畑は、西暦七世紀に遡るブルゴーニュ最古の、ブドウ畑と位置づけられている。また、ロマーネ・コンティは、最大級の産地を送られてきたワインだが、その畑はわずか1.8ヘクタールに過ぎず、 その希少性から非常に高価なため、語る人の多さに比べて、実際に飲んだ人の少ないワインなと言われることもある。それらのグランクリュの畑が並ぶ沿道は、と呼ばれている。また、コートドニュイに含まれるブージョは、グランクリュの応用し、その上官、では、全室の生産者、愛好者の団体である、キキザケ騎士団の助任式が1年に17回、行われている。ボーヌは ブルゴーニュワインの集産地であり、ワインの首都の異名を持っている。その歴史は、ローマ帝国時代にまで遡る都市だが、その名声が高まったのは、中世のことである。広告の首都がディジョンに占る前には、ブルゴーニュ公が住んでいた都市であり、ノートルダム教会の近くには、旧ブルゴーニュ公邸宅が残るが、現在は、ブルゴーニュワイン博物館になっている。旧市街に残る建物の中で、 ワインとの結びつきが強いのは、セリョウインである。オテル・デュー、神の館の異名を持つ、この建物は、1443年に、ブルゴーニュ公国の大法官、官房長夫妻によって照られたもので、貧民救済を目的とする病院であった。建設には、ロラン夫妻の資材が当てられ、運営費には寄進された、ぶどう畑が利用された。 収穫されたブドウを元にしたワインの収益が運営に回され、20世紀まで実際に病院として機能していた。寄進された土地は当初、アロースコルトンからムルソーまでのブドウ畑や、それ以外の用途の土地も含め、1300ヘクタールに上った。現在はそのうち、約6 0ヘクタールを残すのみだが、そこには、 グランクリュの畑が含まれ、ワインの収益は修繕費などに回されている。11月第3土曜から3日間、ブルゴーニュでは、栄光の3日間、で、トロワグロリユーズと呼ばれる、ワインの祝祭が行われるが、その2日目にはオスピスドボーヌで、ワインの競売が開催され、この競売を含む3日間の祭りは、ブルゴーニュワインの名声のシンボル、ブルゴーニュの祝祭の中でも、 最も権威ある祭りの一つなどと称賛されており、祭りの期間中、ボーヌの街は大変な活気に満たされる。コートド・ボーヌは、ボーヌを中心とする、丘陵地で、ブドウの作付け面積はコートド・ニュイの約2倍である。グランクリはコートド・ニュイよりも少ないが、地形が多彩な変化に富む分、様々なワインが生産されている。知名度が高いのは、 コートド・ボーヌ唯一の赤ワインのグランクリュである。白のグランクリュも、わずかにある及び白のグランクリュノと、モンダッシェである。コルトンイコール・シャルル・マーニュは、カール・大帝、シャルル・マーニュが保有していたとされる、最上級の畑で、カール・大帝が775年にこの畑を寄進してから、1000年以上、教会が保有していた。同名のワインは、ブルゴーニュでは、 最高級の白ワインの一つに位置づけられる。他方で、モンラッシェも世界最高峰の白ワインと評される。ブドウ栽培地としてのコートドールは、前述のように、コート地区、オートコート地区、ボール平原に三分される。オートコート地区は、コート地区の後輩地だが、オートコートドボールの景観の美しさは、アレクサンドル・ディマが賞賛したことがある。オートコートは、 ブドウだけでなく他の果樹も植えられている。他に木々や草地、あるいは穀物畑なども見られる。オートコートは土壌や霊量産などコート地区に比べて条件に恵まれておらず、従来はあまり評価されていなかった。しかし20世紀末には好意的に見る専門家も現れており、21世紀初頭にはその評価はさらに上昇した。21世紀初頭には コート地方の醸造が苦戦したのに対し、オートイコールコートはそれに比して味の良さが注目されたのである。車に影響する諸条件は非常に繊細であり、地球温暖化の影響による条件の変化次第では、今後さらにオートコートの重要度が増すと期待する声もある。ボーヌ平原はコート地区の麓に広がる地区で多角的農業が営まれ、牧草地などもある。 ブドウ栽培も営まれており、ピノノワール、ガメ、シャルドネなどの品種が栽培されている。この物件が世界遺産の暫定リストに記載されたのは2002年2月1日のことであり、正式な推薦は2013年3月14日に行われた。ブルゴーニュの推薦当局は推薦書において、顕著な普遍的価値証明のための比較研究を多角的に展開した。 車の価値のために採用された資格は以下の3点である。以上3点の比較の結果、いずれの観点からも独自の価値があると主張した推薦当局に対し、世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議アイコモスは価値の証明を強化するためにさらに3件との比較を行うように要請した。その三件とは農牧業景観が見られるバルドルチャ。 イタリアの世界遺産、リオハワインの産地、ザンテイリスト記載物件を使った伝統的、グルジアワイン製法、無形文化遺産であり、推薦当局はそれらと比べてもなお、ブルゴーニュの文化遺産の独自性が認められる主張した。それに対してアイコモスも、その主張を認め、クリマの顕著な普遍的価値を認めた、最終的な認定理由は、口実を参照。ただし、 推薦範囲のすべてが法的保護を受けられていない状況や推薦範囲内にある採石場が景観にもたらす影響への対応など保護計画の改善点を指摘して情報紹介を勧告した。これに対し第39回世界遺産委員会の審議ではむしろ委員国からは好意的に評価する意見が相次いだ。登録に賛成する国の中には 保護管理状況について補足説明を求める委員国もあったが、それについてはフランス代表がアイコモスの韓国への反論を展開し、法的保護の範囲以外は全体の2%に過ぎず、その部分も、また住民の合意も含む異なる枠組みでは保護されているとした。また、採石場についても推薦範囲内とするアイコモスに対し、あくまでも干渉地域内であり、 かつまた主要な部分の景観に影響する位置にはないとした上で、それが地域の建造物の資材調達に使われてきた場所であることから地域の伝統と相反する要素ではないことを説明した。なお、この物件は文化的景観ではないと明記されて推薦されていたのだ。アイコモスはむしろ文化的景観に該当する可能性を示唆しており、委員国からも 文化的景観として登録すべきという意見が複数寄せられた。こうした議論の結果、逆転で登録を果たすとともに、決議文には文化的景観である旨が明記された。後日するように、翌年の第40回世界遺産委員会では、英語登録名の微調整が行われた。この物件の正式名は及びである第39回世界遺産委員会での 登録時点では、英語名にはついていなかったが、第40回世界遺産委員会で変更された。その日本語名は、以下のような揺れがある。なお、英語名にある、テロワール。フランス語での発音はないしは、もともと、フランス語のドウ栽培の用語としては、限定された範囲のドウ畑に対応し、生産されるワインに、独特の性質を与える土壌と気候の調和を意味し、 英単語としても土壌や気候を含めた特定のワイン生産環境の意味で使われる。もっともテロワールは葡萄栽培に関わるキーワードではあるものの専門家たちがそれぞれの範囲で語っているためその意味は一様でも単純でもないという指摘もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。